研究としては、地方自治体の法情報の DX 化っていうのを考えてまして、そうですね、これまでは法律の、翻訳ですとか、あとは議会の会議、地方自治会とか国会とかそういう会議の時の会議録を、あれすごい長くて読みにくいので、あれを要約して読みやすくするとか、そういった形で、分かりやすい情報、政治とか法律の情報を提供するっていうのをやってきました。我々が普段接している情報って、政治とかの情報とか法律とかすごい難しいって思うかもしれないんですけども、でも我々今日本って民主主義ですので、我々が主役なんですよね。そうなった時に、もっと、勉強を頑張らなくても、逆に言うとそういった、AI とかの力を使ってもっと分かりやすい情報を提供すると。で、そういったことに皆さんも一緒になって研究していって、もっと分かりやすい情報をみんなに提供するってことに一緒にやっていければと思いますので、よろしくお願いします。